江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、サッカーの話題が3本もありますけれども、最後の話題でございます。日本やイラン、ソン・フンミンさえ謝ってんのになんでクリンスマンだけ堂々としてんのかと、警告がブチギレ。はい、それではね、行ってみましょう。くーちゃんお願いします。ユルゲン・クリンスマン代表監督一人だけが堂々としている。残念な競技力もあるが、サッカーファンをさらに怒らせるのは、彼の態度だ。クリンスマン監督率いる警告サッカー代表チームは、2023アジアサッカー連盟 AFC カタールアジアカップで、ベスト4入りを果たした。64年ぶりにアジア舞台のトップに立つという夢も、虚しく消えた。クリンスマン号は4強で、すでに1次リーグで一度対戦したヨルダンを相手にした。しかし、4強で、警告は無気力に敗れた。有効シュートを1回も飛ばせないまま 0-2 で負けた。警告は、歴代級のメンバーを誇った。キャプテンソン・フンミン、トッテナムをはじめ、イカイン、パリ・サンジェルマン、キンミンジェ、バイエルン・ミュンヘン、ファン・ヒチャン、ウルバーハンプトンら、欧州のビッグリーグでプレーする選手たちで、チームを構成した。チームの戦力、名前だけの価値から見れば、これだけ警告をリードするチームは多くなかった。海外メディアもアジアカップの強力な優勝候補に警告を挙げた。しかし、失望した結果が出た。クリンスマン監督が批判を受ける理由の一つは、戦術不在、同じラインナップなどが挙げられる。今大会でも問題が浮き彫りになった。警告は、ソン・フンミン、イ・カンインら中核選手の活躍のおかげで、かろうじて1次リーグを通過した。16強では、チョ・ギュソン、ミッド・ウィランが終了1分前、劇的な同点ゴールを決めてチームを救った。8強豪州戦では、ソン・フンミンがワンマンショーを繰り広げた。結局、4強ヨルダン戦で元手が明らかになった。もちろん、アジアカップで優勝するのは簡単なことではない。警告サッカーもアジアカップで最後に優勝したのが1960年だった。他の優勝候補も切実さが大きい。イランも48年ぶりに優勝できるチャンスを逃し、日本も優勝してから13年目になった。1996年大会が最後の優勝だったサウジアラビアは、年俸360億のロベルト・マンチーニ監督を座らせてもトップに立つことに失敗した。クリンスマン監督のもう一つの問題は、敗北後の姿だ。マレーシア戦では終盤に失点して勝利を逃したが、試合中に笑みを浮かべ大きな議論になった。4強ヨルダン戦では、衝撃脱落にもかかわらず、笑って相手監督とチームにお祝いをする姿が捉えられた。同じ時間、同じ場所で、ソン・フンミンはグラウンドに座り、ベテランのキンジンスは号泣までした。クリンズだけが、一人だけ表情が違った。カタールメディアのガルフタイムズさえ、クリンスマン監督がチームの敗北にも笑みを浮かべている姿に、再び矢を浴びたと指摘した。クリンスマン監督は帰国インタビューでも、世論がなぜ悪化したのかわからない。私も優勝したかった年、ヨルダンに会う前までは結果をもたらし、いい試合を披露した。アジアカップ4強は失敗とは言えない。前向きに考えると、堂々とした姿勢を示した。反面、他の監督たちは違った。残念な成績に心から謝った。日本の森保監督は8強敗退後、望む目標を達成する役割を果たした。申し訳ない気持ちと後悔、責任感も感じる。選手たちは最善を尽くしたと話した。4強から落ちたイランのアミル・ガリノエイ監督も、イラン国民に申し訳ないと言いたいとし、私たちは彼らを幸せにしてあげなければならない責任がある。決勝に進出すべきだったが、それができなかったと自責した。さらに、この敗北に責任がある人を探すなら、イランサッカー協会でも選手でもない私だ。この敗北に対する責任は私にあるとし、私の人生で最悪の日の一つと再び謝罪した。警告選手たちも大会が終わるとサッカーファンに心のこもった謝罪メッセージを伝えた。主将のソン・フンミンは私が主将として不足していた。チームをうまくリードできなかったとして、このような状況の中でも本当に多くの愛をくださり応援してくださって、大韓民国のサッカー選手であることがとても誇らしかった。感謝し、申し訳ないと書いた。しかし、クリンスマン監督一人で自画自賛、選手たちのせいで大会を終えた。サッカーファンがさらに憤らざるを得ない理由だ。はい、ということでした。森保監督の最初の望む目標を達成する役割を果たせなかったですね。誤訳です。はい、じゃあですね、こちらに対して、警告の反応、言ってみましょう。はい、それではね、一人目、こちら。大将の責任だということを全く分かってない。6-0。人間性がダメだった。共感不足。クリンスマン許せない。3-1。戦術もなく無能なやつほどずうずうしい。4-0。警告はみんな頭が高いのが問題。図が高い。相手監督のマナーをうんぬん言うけど、自国監督は犬レベルのマナー。2-0。ただ、警告の監督がおかしいだけ。4-0。戦場で兵士がチンでもヘラヘラしているんだろう。14-0。外から見たら第三者だと思うだろうね。本当に気が利かない。17-0。警告がカモだということをよく知っているから。17-1。職業意識も共感もない。副業だと思ったら全てが解けた。23-0。まあ、それぞれ期待値が違うから。0-5。サッカー業界にろうそくでも灯してこそ、気がつくのか ?11-0。理解できない。一体どうして笑うんだろう ?11-1。これくらいなら給料を食い逃げしそうだね。17-1。はい。というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。はい。じゃあ、上の方からいきますかね。はい。だって、早く違約金もらって辞めたいから。クリンスマン監督、4強で何か問題ある？名前で謝ってるからいいんだろ。いいやないか堂々としてるのは自信の表れや。選手が監督の指示を理解してないからだから、わら。警告民に謝ったら負けだろ、謝ったらあかんで。お前らの国じゃ謝ったら負けじゃないか。態度って、お前らの態度に日本人は常に腹立ってんだよ。それはね、プレイヤーへの批判を避ける高度な警告封鎖なんよ。だって、警告だと謝ったら負けだろ。特に外国人だと警告の反応は自国民の比じゃない。11人必要なサッカーで4人で何ができると？だって、謝ったらさらに調子こいて攻めるやろお前ら容赦なく。サッカー協会との約束が最悪4強だものニコニコするだろ。まあクリンスマンにしてみたらすでにやる気なし新状態だったのかも。そうなんだ。約束が4強、最悪4強なんだ。どこの海外メディアが警告かつって？同じラインナップって使える選手が他にいないからだろ。中核選手が消えた後のことはどうお考えですか？対戦しても何も学ばなかった選手にも批判向けるべきじゃね。イエローカードの多さは監督のせいじゃないよな。確実に警告選手の素行の悪さのせいだよな。わら。お前らは溺れた犬は棒で叩けだろ。立場が弱いものを徹底的に叩くから謝罪なんてしたらとんでもないことになるの分かってんだろ。ヨルダンのキーパーに他の国より簡単だって言われてたじゃん。監督がファビョってるわけにはいかんだろ。クリンスマン、これが泣き顔なんですわ。負けたから悲しそうな顔してればいいなんて楽だな。スポーツは対戦相手を称えることも必要な素養なんだがね。負けちゃった W ってヘペロってことかな、わら。イランサポーターも試合後ひどかったらしいけどな。謝るのはいい選手がいるのに貸し切れなかったためだよ。謝らないってことは、つまりそういうことよ、わら。負けたら次がないってどんだけ修羅なんだ。心の中じゃ使えねえなちとかって思ってんのかな。ポットでの1年目監督と歴戦の監督キャプテンじゃそりゃ違うだろう。日本は大元相互の結果謝っただけ。クリンスマンは自分に非がないと思ってるから謝らんのよ、わら。クリンスマンが監督じゃなくてソン・フンミンが監督ですから。明確に采配失敗したからの謝罪だろう。選手の不発に何を謝ればいい？選手が望む仕事をしなかったって真実を語った方が良かったのか？そういう気持ちの共有したいなら、ベントさんにお金使えばよかったのにね。え？クリンスマン、サポーターは批判しかしないし、選手は指示を守らない。サッカー協会は見て見ぬふり。どうやって警告に共感を持てと。そりゃリモート監督じゃ他人事ですわ。給料か、そういう観点でいくと、銭が足りんかったということじゃないですかね。4強に残ったことは十分な成果だろ。なんで優勝できると思った？選手が疲弊しきった状態で、これ以上何を望めっていうの？はい。ということでね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。